東京から北へおよそ50キロ、茨城県佐島町は今、奇病で急死する人が続出。今日もまた一人、みぞれの降る中を悲しい葬列が続きます。その病状は医者にかかっても治らず、急に襲ってくる死は人々を恐怖と不安に陥れているのです。そうした折、いち早く日本医大の調査診療班が派遣され、原因究明に乗り出しました。だが不幸なことに、病気の正体が全くつかめず、死因が肝臓障害であること以外はわからないのです。人口1万5000の町で、すでに400人の患者を出し、39人の死亡者を出してしまったのです。流行性なのだろうか、風土病なのだろうか、県や厚生省の佐島奇病対策は全く遅れている現状なのです。そして現在、共同病院に7人の患者が入院しています。ここでは医者にかかりたがらない農村気風が、奇病の治療に困難をきたしているのです。さらに、どこの農村にも見られるように、青年たちは都会へと職を求めて去っていくのです。このため、極度に労働力の不足を招き、働き盛りの中年層を過労と酷使に追い込んでしまったのです。しかも、過労を支える栄養が昔ながらの粗食によって体力を低下させると言われています。奇病におののく佐島町に、今日も東京から調査団が原因究明にやってきました。自宅療養患者を訪れ、綿密な調査です。特に患者に対して、もっと栄養を取ると同時に休息を訴えて歩く調査団。こうした灰色の恐怖から町の人々を救うため、一日も早い当局の強力な治療対策が望まれているのです。